テオフィロイ・イルデフォンソはフィリピンの平泳ぎの水泳選手。イルデフォンソはフィリピン人として最初にオリンピックのメダルを獲得した人物であり、またフィリピン人として唯一複数のメダルを獲得した人物である。姓はユールディフォンソ、イールデフォンソなどと綴られる場合もある。イルデフォンソはルソン島北部の北イロコス州ピリングで三人兄弟の 次男として生まれた。2009年に102歳で没した弟テオドーロの証言によれば、テオフィロ・イルデフォンソは17歳の時にアメリカ合衆国統治下のフィリピン人部隊であったフィリピンスカウツに入隊したという。イルデフォンソは1928年アムステルダムオリンピックにおいて男子200メートル平泳ぎで最初の銅メダルを獲得し、1932年 ロサンゼルスオリンピックでも同種目で2つ目の銅メダルを獲得した。1936年ベルリンオリンピックでは予選で新記録を出しながら決勝では7位にとどまった。前世紀の体格は身長5フィート7イン、体重160ポンドであったというイルデフォンソの前世紀男子平泳ぎでは日本選手が数多く活躍していた。イルデフォンソが 銅メダルを獲得した2回のオリンピックとも、この種目で金メダルを獲得したのは日本の鶴田義幸であり、ロサンゼルスオリンピックでは銀メダルも小池玲さんが獲得していた。さらにベルリンオリンピックでも金メダルをハムロ哲を銅メダルを小池玲さんが獲得していた。イルデフォンソはこうした前世紀の日本競泳人にとって有力なライバル選手の一人であった。 第二次世界大戦の開戦直後、遺憾となっていたイルデフォンソは、バターンで日本軍の侵攻に抗戦した。捕虜となったイルデフォンソは、バターン氏の行進を生き延びたものの、後にタルラック州かパスの捕虜収容所で死んだ。その後、遺体は回収されなかった。2006年2月14日、記事、ピディグに水泳選手として、また、戦争の英雄として、 ビルデフォンソを称える記念碑が混流された。ありがとうございます。